で何年かぶりかの川越街道ですが、相変わらず超走りにくい歩道を走ってます。路側帯のこの狭さ、もうここは行ですよね。川越街道最低。願くば走りたくないけど、16号走るよりは絶対マシだ。うわー懐かしいな。川越市に入りました。何時でしょう、午前中だと思うんですが、連休にもかかわらず道路は閑散として気持ちよく走れます。川越なんか来たことないけど、ムクドリがなんか食ってます。おー、こんな感じで、小江戸川越、まだ川越街道走ってます。だんだん行楽客で車がいっぱいになってきてます。向こうの方に山が見えてきました。心地よい風というよりビュンビュン向かい風です。少し寒い感じがします。東松山市に入りました。今70キロ前後走ったと思います。体調はなんだろうな、いまいちですな。うわすげえ渋滞がずっと続いてる。速度を気持ちよく走ってます。